はいどうもこんにちは。今回は非常に重要なウィリアムソンエーテル合成について解説をしていきます。この反応は非常に重要なので例題をいくつか用意しました。では早速解説をしていきましょう。この反応はアルコキシドとハロゲンカールキルの典型的な SN2 反応になります。高校化学でエーテルを合成する方法としてアルコールの脱水というのがありましたよね。 エタノールを濃硫酸中で大体130度ぐらいで反応させるとジエチルエーテルができてもうちょっと高い温度大体170度ぐらいで反応させるとエチレンができるというのを習ったと思いますこれはそれぞれ分子間脱水と分子内脱水が起こっているからなんですけども今回のタイトルはエーテル合成なのでこっち側のエチレンができる方っていうのは全然関係ありません で、このアルコールの脱水反応によるエーテル合成の方っていうのは基本的に対象エーテルしか合成することができません。できないっていうか2つのアルコール A と B っていうのを混ぜて反応させると AA のエーテル、BB のエーテルっていうのもできちゃうので AB が縮合した非対称エーテルだけを選択的に作るっていうのは難しいわけです。この制約を取っ払って非対称エーテルだけを選択的に合成するぞというのが今回のウィリアムソン合成ということになります。 非対称エーテルが合成できるわけなので、まあ当然対称エーテルも合成できるんですけども、対称エーテル作りたかったら硫酸使った脱水でいいじゃんっていうことですね。では実際に反応機構を見ていきましょう。一般式はこのようになります。アルコールに水素化ナトリウムや水酸化ナトリウムなどの塩基を加えてアルコキシドを作ってやって、次にハロゲン化アルキルを反応させるとエーテルになるよという反応です。 この反応の溶媒は出発物のアルコールがエタノールみたいに安いアルコールの場合はそのままこれをたくさん入れて溶媒として使うこともあるんですけども SN2 反応なので d ィムソーなんかの非プロトン製の極性溶媒を使うのが一般的ですまず水素化ナトリウムを使った場合はヒドリドがアルコールのプロトンを引き抜いてアルコキシドができますでこのアルコキシドがハロゲン化アルキルに SN2 攻撃してこのようにエーテルになります水酸化ナトリウムを使った場合っていうのは OH がプロトンを引き抜くわけなんですけどもそれ以外は全く同じですね 反応機構はたったこれだけなので、言ってしまえば、このウィリアムソンエーテル合成って歴史と知名度があるっていうだけで、中身は本当にただの SN2 反応なんですよね。なので、ハロゲンカールキルのハロゲンがついている隣の炭素、この R2 の部分にプロトンがある場合っていうのは E2 脱離によるアルケンの生成っていうのが当然副反応として起こります。ただ、教科書的には1級ハロゲンカールキルの場合は普通 E2 は無視して大丈夫です。でも実際にはある程度副生物として得られることが多いみたいですね。では実際にこの問題について見ていきましょう。 それぞれぞの化合合物を適切な方法でで成せよという問題ですこの問題を解く上で考えなければいけないことっていうのはエーテルの酸素はもともとどっちのアルコール由来なのということです。左側由来だったらエタノール、右側由来だったらフェノール由来の OH ということになります。なのでこのような2つの反応を考えることができるわけです。では次にこの2つの反応はどっちも妥当かなということを考えてみましょう。 この反応は SN2 反応であるということを思い出せば、エトキシドとブロモベンゼンではこの反応が起こらないことがすぐにわかります。SP2 炭素上では SN2 反応は起こらないわけですね。なので、正しい反応は下のブロモエタンとフェノキシドによるものであるということになります。では次に2番を見ていきましょう。2番も同じく SN2 であることを考えればわかります。考えられるのはこの2つですね。エトキシドとブロモターシャリーブタンを用いるか、ブロモエタンとターシャリーブチルアルコキシドを使うかという違いです。 これも SN2 であるということを考えれば、3級アルキルっていうのは SN2 ではなくて圧倒的に E2 が優先するので、目的のエーテルは得られないことがわかります。なので、こちらもブロモエタンとターシャリブジルアルコールのアルコキシロを使うことになります。この結果からわかることは、大抵の場合は、級数の低い方をハロゲン化アルキル、高い方をアルコキシロにするということです。 なので、最初の一般式のところで、溶媒はディム層以外にも出発物のアルコールを使う場合もあると言ったわけなんですけども、実際はより複雑な方のアルコーキシドを用いることになるので、それを溶媒に使うのがコスト的に有利かどうかは微妙なところだと思います。では次にこんな問題を解いてみましょう。この問題は僕の大学院入試解いてみたの動画を見ていただいた方なら知ってると思うんですけども、大阪大学理学研究科の令和2年度の問題で出題されています。 といってもこれとほとんど同じ例がボルハルト昭和有機化学にも載っていたのでそんな変な問題ではありませんこの問題は普通に考えればこのようにブロモの部分が OH と置き換わって反対側のこっち側も OH になってこんな感じのジオールが生成するんじゃないかなと思ってしまいがちな問題です今回の場合はメタ読みでエーテル合成って言ってるんだからジオールはできないでしょうってなるかもしれないんですけども普通に問題として出題されるとえ、こうでしょうって思ってしまいがちな問題ですこの問題の正しい反応機構はこうなりますまず片方がアルコールになるところまでは同じです で次にこの OH のプロトンが引き抜かれてアルコキシドの部分がブロモに攻撃してこのような感情エーテルが生成します。これは OH がブロモと分子間で嗅覚置換をするよりもプロトンを引き抜いてこのように分子内で嗅覚置換する方が圧倒的に早いというのが理由です。この反応によって感情エーテルやエポキシドなんかも作ることができるので非常に有用な反応です。では今度はそのエポキシドを作る反応について見ていきましょう。このシス体とトランス体ではどちらの方がこのエポキシドを作ることができますかという問題です。 まず前提としてこれはあんまり今回の反応とは関係ないんですけどもシクロヘキサン管に直接ついているブロモっていうのは嗅覚痴漢しにくいことが知られていますこれは1位と3位のアキシャルについている水素っていうのが立体障害になって嗅覚剤が近づきにくいからですということで分子内ウィリアムソンエーテル合成によってエポキシができるところまでは確定なんですけどもこのどっちが反応するかっていうのはやっぱり分子内でしかも生成物がエポキシとはいえ SN2 反応だよということを考えればわかります シス体の場合は、生成したアルコキシドがブロモに対して背面攻撃することができません。アルコキシドとブロモ、どちらをアキシャルとエクアトリアルに置いても一緒ですよね。どう頑張っても背面攻撃できませんから SN2 反応が起こらないわけです。トランス体の場合は、こういうふうに生成したアルコキシドが背面から攻撃することができますから、無事エポキシドを作ることができます。トランス体の構造っていうのは、片方は上、片方は下に置くわけなので、他に置換器がなければどちらもエクアトリアルに置くことができます。 ということでウィリアムソンエーテル構成のいろんな出題パターンを解説してみましたこの反応は反応機構自体は単純なので反応機構を書かせるような問題としてはあんまり出題されませんその代わりいろんな出題形式で出題されていますのでどんなタイプの問題が出てきても必ず解けるようになっておいてくださいね はい。というわけで今回の動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画少しでも良かったと思われた方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ご指摘リクエスト等ありましたらコメントしてください。Twitter を始めてみたので良かったらフォローよろしくお願いします。少しでも皆様のお勉強の役に立てれば幸いです。それでは、バイバイ。